おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日は6月の7日の水曜日です。お題がこちら。強い日本株。 調整はそろそろろということで話をささせてくださいいやとにかく強いんですけども欧米株下落しても昨日も日経平均株価プラス転換して上げ続けているんですけどもねそしてもうどこまでも上げるんじゃないかなんていうふうに思われてきてますが、まあ、そろそろ組むかもなーなんていうふうに思う理由が1個ありましたのでここをご紹介できればなというふうに思っておりますよろしくお願いしますということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7目標で更新していきます なるべく耳だけで聞いても分かるような形でなるべく分かりやすい言葉を使って解説を続けていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではは日本株振り返り返ししていいきましょう、はい、こちらが 昨日の日本株になってます。注目していただきたいのはこちらですね。すべての指数でマイナススタートだったんですけども、午前中のうちにプラス転換して、日経平均トピックスに関しましては、5番もこうどん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 上げ幅を拡大していき、さすがに高値引けまではいかなかったんですけども、まあ、ほぼ高値引けと言っても過言ではないというような状況になってます。そして日経景気の値上がり銘柄数もまあ、それなりに大きいですよね。 アドバンテストはさすがに下がってますけどもまあ、他の半導体銘柄も結構強いですからやっぱこの流れは続いているなという,ふうに思います昨日の業種別見てもですね下がってるのは5業種のみですね 一方で強かったのは卸売り、これ総合勝者なんですけども、高値を取ってきてるという感じですね。バフェット効果なんかもあるのかなというふうに思います。アメリカ株見ていきましょう。こちらは2時50分です。いつもよりは早くて、すいません。まあ、高安、まちまちといった展開ですかね。ダウは小幅に下落。ナスタック S&P は小幅に上昇。一方、今日はナスタック100がちょっと下がってるみたいなね。まあ、そんな感じですかね。 欧州株も小幅な値動きで高安まちまちただ上がってるものの方が多いかなっていう印象ですヒートマップ見ていきましょう昨日一番下げていたナスダックセクター別銀行セクター一番上がってる、まあ、この辺も上がったり下がったりをまだ繰り返してますが、まあ、緑の方が多いようなイメージではありますかね ただダウが下がってるっていう点でいくとヘルスケアの上昇あ下落が大きいのかなというふうに思います一方ナスダックなんですけども、まあ、主力株がちょっと弱いのかなーっていう感覚からナスダック100は下げてるんですが全体的には緑の方が多いような印象ですね日経平均先物強いですよねこれでも128円プラスということになっておきますドル円,円の70銭 原油が71.86、ピックス14.31、中年金利3.701、ラッセル今日は2%以上の上昇、これチャート見たいですね。ソックスも上昇していて、日経先物も,も上昇、下がってても上がってても、まあ、上がるっていうね、そういう日本株です。そして今日は暗号資産も、まあ、堅調に動いてるのかなと。 いいうふうふに思いますそれでは見ていきましょう欧米株が下落でも上げ続ける日本株調整はそろそろ来るかも理由はということで話をさせてくださいまずはアメリカ株の振り返り簡単に入れさせてください利益確定売りが続くということでダウが下がっている理由について書いてあります で、アップルが安いってことなんですが、アップルは新製品発表会をやったんですかね。で、ゴーグル型の MR 型のあの新商品、かなり気になりますけども、まあ、材料で尽くしで売られていて、ナスダック100が下がってるってことだと思いますし、あとは今、主要な経済指標の発表がなくて、かつ FOMC に向けてブラックアウト期間に入ってますので、まあ、ちょっと相場を動かす材料に乏しいっていうことですね。ブラックアウト期間っていうのは、 中央銀行政策決定会合メンバーが政策決定会合前後の時期に金融政策マターについて発言することを禁じたルールのことです各国でいろいろ期間が決められているんですけどもアメリカがすごく長くって前々週の土曜日から FMC o の終了時までがブラックアウト期間ということになってます 今度の FOMC、6月の13、14ですので、ブラックアウト期間というのは、この黒塗りつぶしのブラックアウトな期間になっているということでございます。また今週、重要な経済指標の発表もないので、来週のですね CPI の発表ぐらいまではちょっと動きづらい、まあ、そういう状況なのかなというふうに思います。アメリカのザラ場の動き見ても、そんなに大きな動きになっている時間帯もないですよね。でも、まあダウはマイナスということなんですが、まあ、それでも、日経平均先物プラスなんですね。こ、まあ、この辺本本本当に日日株が強いいなということうで日本株 について考えていきたいということになってますで、今水曜日ですよね朝ですよね 昨日の夕方に信用倍率の更新があったんですね、受給データの更新があったので、そこをちょっと確認しておきたいと思うんですけども、日経レバレッジ ETF の信用倍率は0.81倍から0.58倍、6月2日の週ですね、月末またいだ週ですけども、下がってるということになってます。ただ、信用売り算が増えたかっていうとそうではなくてですね、信用売り算も減ってるし、信用改ざんはより減ってるし、だから信用倍率は下がってるしということにはなってます。 ただ、これはですねやっぱり売り算がまだまだ多いという証拠ですからやっぱり上がった時に信用売り算が損切りになって買い戻しになって上がる、踏み上げ相場って言いますけどもね、そういう状況が起こりやすいし、仮に下がったとしても、よしよしと思って信用売りしてる人は利益確定をする、利益確定は買い戻しですから、やっぱり支えられやすいし、上がりやすいっていう、そういう状況にあるんだと思います。経平金株価と逆連動するダブルインバースに関しまして、こっちはやっぱり改ざんがまだまだ多い、改ざんも売り算も減ってるんですけどもね、これは同じですよね。 ですが信用倍率は上がってるんですねダブルインバースの信用倍率が高いとか信用改ざんが多いっていうのは結局下がった時に利益確定をする利益確定をするとダブルインバースは下がるダブルインバースが下がるってことは日経平金株が上がるみたいな要因になりやすいので結局はまだ上がりやすいし下がりにくいっていうそういう受給状況であるってことは考えられるのかなというふうに思いますでもとは言ってもですよやっぱり一直線に上がっていくってことはなかなか考えにくいななんていうふうに思っては いるんですね。で、昨日強気のレポートがありますよということで2020年3月から2021年2月この上昇幅分だけ1回調整入ってから上がるみたいな NG 計算法を紹介したんですが、まあ、そうすると市場最高値超えそうですねっていうそういう話をしたわけですよねまあ、でもやっぱりさすがにそれはないよなっていうふうに思いますしよく見たらこの期間中もですね、まあ、そんな一直線に上がってるわけじゃないですよねチャートじーっと眺めてみて結構共通点あるなっていうふうに思ったんですよねそれが何かっっていうのをちょっとご紹介でき できればなという,ふうに思っておりますまず1つ目はですね、チャネルなんですね。チャネルというのは、この2020年3月の安値と、まあ、2023年の1月の安値を結んだ上昇トレンドラインというのを引いていまして、まあ、それプラス2021年2月の高値で取ったこのチャネル帯みたいな感じですね。で、それに真ん中の線、センターラインって僕は呼んでるんですけども、これを引いてるという形です。で、実質はチャネルの サポートとか抵抗とかっていうのを意識してみるんですけども、なんだかんだでセンターライン、効いてる感じがしませんかね、不思議なんですけどもね、テクニカルってこういう感じになるんですよね。 やっぱ角度があってで、その角度の中で真ん中ぐらいの節目まで来ると、やっぱりサポートになったり、レジスタンスになったりする。だから今もこのチャンネルが生きているっていう、そんな感じで見るんですよね。で、ちょうどセンターラインまで来てますから、やっぱりそろそろ抵抗を受けてもおかしくはないよねっていうのが、まず1点です。加えて時期的なものもあるのかなというふうに思いまして、これよくね、似てるんで、本当によく似てるんですよ。上昇始まった時期っていうのが2020年の3月19、これコロナショック後の上昇なんですけどもね、その後6月の8日まで上昇。 が続いてでこのチャンネルで行くとこの時このチャンネルは引けてなかったんですよ。まあ、でも結果的にはこのチャンネルのセンターライン付近まで来てその後調整が1回入ってもみ合ってという形になったんですよね。また10月以降で11月からぐぐぐぐっと上がっていったという形になってます。 で、その後もこのチャンネルが逆にセンターラインがサポートになったりしてるので、まあ、チャンネルはまだ生きてるんだろうなぁなんていうふうに思いますし、そして今センターラインまで来て、そして上昇が始まった時期もほとんど一緒で、そして今6月という時期もほとんど一緒ということですから、まあ、ぼちぼち調整が入ってもおかしくはない時期なのかなぁ。 なんてていう,ふうに思ったりりはしておりますで有名な相場格言でもやっぱりこういうのがよくありまして例えばセルインメイっていうね相場格言すごく有名ですよねでもこのモクっていうのがあってモクはですね この9月のセントレジャーデーという有名な競馬レースの時期の後までは株式市場に戻ってくる必要はありませんよなんてことがあるんですね。やっぱり夏っていうのは調整が入りやすいっていうそういう時期なんだと思います。それが日本の相場格言にもありまして夏枯れ相場っていうのがあるんですね。夏枯れって言えば参加者が少なくなることによって取引量が減っちゃうんですね。だからどうしても、 買いいがが減速しやすすっていうんですかねあとはまあ材料が少ないいい分だけちちょょっっっととした材料でちょっとぶれやすいっていうのもあるかななといいう,うに思いますなので、どうしてもですね、この一直線に上がるっていうよりは、この時期みたいにグーって上昇の影響強いんだけども、やっぱり夏にかけてはちょっと減速するっていうイメージですかね。まあ、その可能性はかなり高いんだろうなっていうふうに思います。そして、11月以降ですが、ぐーっと上がってきますし、あと大統領選挙サイクルなんていうのもあるんですけど大統領選挙サイクルっていうのが、まあ、この時はもう本当に 大統領選挙があった年なんでそれとは当てはまらないんですけども大統領選挙の前年って結構上がりやすいって言われてるんですね次の選挙に向けていろんな政策を実施しますよっていう期待感を持たせる年ですよねなんで上がりやすい地合いっていうのもあると思うのでまあこれと同じような上昇を期待できるような年後半になればいいなという風うには思いますがただここからやっぱり夏枯れ相場そ秋にかけては少し調整が入ってもおかしくないこれはテクニカル的な抵抗とか時期的だ。 ものとかも含めてね見ていただければいいかなというふうに思いますで実際にこれをじゃあ同じ層になりそうかっていうところを見ていく上でこの前の年のポイントっていうのをいくつかね押さえておきたいなっていうふうに思うんですけどもなんだかんだでですねまあ、調整が入っても 大きく下落すする局面っって何回かあったんですねでその共通点って大体月末でした7月の31日この辺10月の30日この辺この辺時は僕よく覚えてるんですけど月末になるとなんか不安定になるね危ないかもねこれから下がるかもねってすごい警戒感が強まるんですが、まあ、なんだかんだ次の月からまたシュッ シュてて戻っっくるという形だったんですよね、まあ、でもやっぱ低迷してるし、いつかは下がりそうだねなんていう風に言われてるんですが、なんだかんだで、安値は割ってないんですね。6月の8日からぐって1回下がって、これ6月の15日なんですけども、その後安値1回も割れないで、で結局高値更新したんですよね。そしてもみ合ってからセンターラインを越えてみたいな形になって、この時まだセンターラインなかったんですけども、やっぱりもみ合いからの上っ離れみたいな形になると、より上昇の勢いは強くなりやすい。この辺はテクニカルを複合的に考えてる感じですけども、まあ、そういう見方って、 すごく大事だと思いま,すまた短期的な RSI ですけども買われすぎ売られすぎっていう目安の一つではあるんですがやっぱり50を境目に強い弱いも分かれてくると思うんですね。 でさっきの月末が下がりやすい、月末下がったときって RSI50 を一瞬キュッと割れるんですけど、すぐ戻るんですよ。10月30日もそうですね。RSI50 をキュッと割れて、すぐ戻るんですね。で、このサインが出てる間はまだ大丈夫かなと。もちろん月末は不安なんですよ。えー、来月から大丈夫かなーってなるんですが、まあ、すぐ戻ってくれればそんなに心配することはないよ。で、やっぱり50以上が長い期間維持されてる状態っていうのは、いずれ上がっていく可能性が高いよねっていう、そんな風に見ていいのもいいのかなというふうに思います。なので、月末注意。で直近や 割っててないそして50割れたとしてもすぐ戻るみたいなことが確認できてるうちは年末株高期待っていうのを維持してもいいんじゃないかっていうふうに僕は考えておりますという話でございます。 ということで、今日の動画のまとめです。米株、まちまち、経済指標、特になく、ブラックアウト期間で発言もないということで、動きようがないって感じですね。だとしても、日経平均先物はプラス推移をしてますから、強いなと。受給状況を確認すると、まだ信用倍率が一倍割れの状態なので、踏み上げ相場になりやすい、下がりにくいし、上がりやすい、そういう状態であることは、受給的には確認取れているということになります。あとは、季節性的に、一旦調整が入る時期に来てるんじゃないかなというふうに思うのと、チャートを見てると、2020年によく似てるなぁなんていうふうに思います。 で調整といっても必ず大きく下げるっていう話ではなくて、2020年は横ばいで調整が入ったっていう形ですよね、安値割らずになんとなくこうじり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 、ちょっとずつばねを切り上げていくような、そんな調整でした、まあ、そういうパターンもあるので、これと同じになるとは限りませんけれども、一応、こんな形も想定しながら考えていきましょう、で月末の変動はやっぱり大きくなりやすいっていうところであるとか、安値更新したらやっぱり見方はちょっと異なってくるっていう点とか、これ更新しないで横ばい水だったらまあ上昇期待が持てるとか。 というところだったりとか、RSI50 を仮に1回割れたとしてもすぐ戻るみたいな感じであれば、やっぱ強いんだろうなっていう、そんな感覚で見ていきたいなというふうに思っております。一つ一つを確認しながらね、やっぱこれちょっと違いそうですね、弱そうですねとか、やっぱこの通りになりそうですねみたいなことは、夏の期間ずっと見ていきたいなというふうに思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。それでは、指数の売買戦略、ボリンジャーバンドプラス RSI で今日も見ていきましょう。まずは、経平金株価です。日経平金株価なんですが、まあ、とにかく強いというところしか、このチャートでは確認取れないんですけども、 あれさえに注目をしててていたただきたくて80超えてるんですね <laughs> 改めて80超えてきたすごいなっていう風に思うんですけどもやっぱり80超えは買われすぎのサインでもありますしあと今日見てきたようにセンターラインに近づいてきましたからまあぼちぼちどっかで調整むしろ入ってほしいなぁなんていう風に願っておりますトピックス見ていきましょうトピックスもですねあれさえまだ75を超えてきてるという形とあとはこれボリンジャバンドバンド幅拡大しながらプラス2シグマ超えてるのでこれはまだ上昇が続いてもおかしくないそういうチャートの状況であるっていうことだけは確認 確認ししてておききままょうねマザーズ見ていきますマザーズ昨日強かったんですよねでバンド幅が拡大してプラス2シグマ超えてで昨日も陽線を持ってプラス2シグマよりも上に終えていてでバンド幅はさらに拡大してますから、まあ、今のところはバンドウォークが継続する条件はまだ続いてるっていう形になってます。 ニューヨークダウ見ていきます。ニューヨークダウですが、今4時39分まで来ました。ダウでもプラス転換してますね。株式市場、まあなかなかいい方向に動いてるんじゃないでしょうかっていうと、日経先物、もうちょっと上がりそうですね。最後に見て終わりましょうね。で、えー、ダウなんですけども、まだでもこれは横ばい券という形ですかね。この6月2日の上昇の勢いが、まあ一旦、 そんなな感じはありままますす S&P500 S&P500 0.14%いきましょう、S、がのプラスになってます今のところまだバンド幅が広がりつつでもプラスにシグマよりもちょっと下にいるかなっていう形ですね日本株の方がやっぱり上昇勢いは強いなっていう感じですがチャンネルのセンターラインは超えてきてますから上昇期待したいそんなチャートに見えますねナスタック見ていきます今のところ0.38%の上昇、まあ、こちらもですねなんだかんだでやっぱ上昇じり高が続いてるなっていう形ですし直近高値を超えてますからねリまだ強いと いう風に見ておいてもいいと思います。そして注目だったのがラッセルですね。これは強いですね。いいですね。やっぱ小型株今まで不調だっただけにこのようにこう上昇に転じてくれるとやっぱ市場の安心感、安心材料みたいな感じには絶対なりますよね。そこ注目して見ていきましょう。最後に日経先物を見て終わっていきます。えー、こちらはそんなに変わってないですね。138円のプラスということになっております。はいということで今日はですね。 そろそろ調整入るかもねっていうそんな話だったんですけども内容を振り返りしてて終わっていきましょう、えー、まずアメリカ株が始まった後の日経新聞でアメリカ株はちょっと動きづらい時期なんですよっていうそういう話でしたね。 経済指標の発表もないしブラックアウト期間だしとということになっておりますブラックアウト期間っていうのは FOMC 参加メンバーが発言を禁じられているそういう期間ですよということで開催される前々週の土曜日から FOMC 終了時までということになってます6月13日14日ですから雇用時計が終わった直後この週ですねこの期間内がブラックアウト期間ということになってますし経済指標の発表もないのでやっぱりざらばそんなに大きく動かないですねっていうそんな話ですそこから日経先物見ましたけども強いねということで といことで信用倍率確認しましたねまあ未だ売り長状態って言いますか まあ、踏み上げが起こりやすいような、そういう状況でございます。昨日のテクニカル指標の中で NG 計算法を使って、史上最高値更新するかもね、なんていう話をしましたが、いや、さすがに一直線に上がることはないでしょうっていうふうに思ってチャートを見ていたら、まあ、そうだろうなっていうふうに思ったのが、まずチャンネル、チャネルのセンターラインに来てるって,っていうところと、あとは時期的な問題、3月に上昇スタートして、6月に上げが止まった2020年と、なんかよく似てるな、なんていうふうに思ったので、まあ、時期的にはやっぱりね、セルインメイトとか夏枯れ相場とかありますから、まあ、ここからは 少し調整がむししろ入ってほい、まあ、調整といってもやっぱりね横ばい圏の調整なんかもありますからそこはね大きく下がるっていう感覚だけではなく見ておきましょうということですでもなんかん見るポイントないですかっていうところで3つ挙げましたね月末はやっぱり変動が大きくなりやすいですよ下がりやすいですよっていうところ、まあ、それでも安値は前回は割らなかったんで安値割れた場合には見方変えなきゃいけないですよっていうところで強いのが維持されてる状態っていうのは RSI50 割れてもすぐ戻ってくるんですよっていうねこの3つが満たされていれば年末株高みたいな 年後半株高みたいなことを考えてもいいんじゃないかなというふうに思いまして今後見ていきますと一緒につき合ってくださいというそんな話でございました。 では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄カーの男とも分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしております。最新記事はビジョナルとなっておりまして、ビジョナルなんか最近強いですね。えー、この決算前にどうしても分析をしたかったという内容になっております。月額900円、初月は無料のメンバーシップ、もしくはこの記事単体500円という値段が付いてますが、Twitter 拡散によって少し割引が入りますので、どちらかで試してみていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンを、また明日以降もこのような形で出てくる テクニカル分析朝7時目標で交渉していきますので明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうじゃあやめ